招待寺は東京都新宿区市ヶ谷佐内町にある総東州の寺院。3号は宝泉山。JR 中央線の市ヶ谷駅を降り、お堀を渡り、外堀通りを少しだけ右に折れて、すぐに左に曲がると勾配の急な左内坂があります。その左内坂を登り切った左側にあります。市ヶ谷駅が中国から持ち来たった禅の宗派の一つです。 ただ、ひたすらに座禅することを、その教えの根本に置きます。長大寺は、今から約500年前に、心岩春王禅寺によって開かれました。もともとは、千代田区麹町三番町の近辺にあったと言われております。三大将軍、徳川家光公の時代に、現在地に移転しました。当時は、江戸の中心にあった江戸城を囲むように、内堀、外堀、 そして、江戸の防衛線として、徳川の三谷である三戸、尾張、伊の三藩のお屋敷が配置されておりました。町体寺は、尾張家の神屋敷に隣接しておりましたが、これはいざ戦という時に武士の兵舎として活用するという意図があったからではないかと言われております。これにちなみ、町体寺の元々のお段家さんの多くは、尾張家関係の士族であったようです。 十五代将軍、徳川義信に随行した剣豪の幕臣、松岡丸や、勝海舟と、関林丸に乗って、米国に渡った幕府の官定組頭、森田清幸らも、町大寺に眠っております。また、旗本の向川氏の墓所もあります。向川氏は、武田家の旧姓で、武田家一族の一条、信長の孫である時信が、向川と称したことから始まる家であります。 明治時代になり、尾張家の屋敷が士官学校となった時に、土地が足りず近隣の寺院が杉の御区に引っ越しをしておりますが、町大寺はそのまま現在の地に留まっております。昭和20年3月の空襲で町大寺は全焼しました。その後、再建され、昭和47年には本堂、栗も鉄筋コンクリート建築の都市型のものへと形を変え、 現在に至っております。ありがとうございます。